にちは、ギタリストの竹下敦です。本日ご紹介するのはこちら、旧機種になりますがズーム社の G21NU です。今回は17番のプリセット、ワイルドオズというね、プリセットをちょっと皆さんと一緒に音を聞いてみたいと思います。はい、ワイルドオズ、オジーなのかな、オジーっぽい、ランディっぽいのかな、ランディじゃないなこれ。はい、どんな感じでしょう。発売された時代背景を考えるとこれぐらいやりすぎちゃった方がみんなびっくりしたのかもしれないですね。今のね、G1-4 すごく全体的にやっぱ自然なんですよね。ただこの G21NU に関しては面白いです。極端なんですよね。すごく作られてましたっていう感じの音と、あとはまあ割と割とね、早い番号の方のクリームとかね、クリームなんかはクリームまあいいのかな、なんかねすごくこう多分これ最初にこの頃買った人みんなわーすげーって思ったと思うんですよ。そういう感じのこうインパクトをやっぱ商品に出したかったんでしょうね。楽しいですこれすごく、もう十数年前のデバイスになります、こちら本日ご紹介したズーム G21NU でした。改めて、今日使ってみたプリセットは、17番のワイルドオズでした。はい、こういうね、マルチエフェクター類はねどんどん進歩していくんで、面白いですよね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。